もうダメかもしれない。エレネ、怖い怖いよ。ガウ、姉ちゃんな、お前に命をかけてんだ。本当だぜ。やってみるよエレネ。命をかけてものにできるなら命をかける。上等だ。そうか、カノンか。あれなら、あの再現竜の技なら、もしかしたら。あれなら、あの再現竜の技なら、もしかしたら。いいでしょう。打ってごらんなさい、その技カノンを。心読まれた。何をそんなに恐れる、ガウバン。初めから勝てる相手じゃないのは承知のはずじゃないか。心を読まれたからって今さらおじけづくことはない。恐れを砕いて消せ。誰が相手だろうとぶっ潰す。そうだ、こんな気持ちだったんだ、あの頃。一人で生きていたあの頃、こんな心だったんだ。ディアス兄さん、動いてはダメだ。心配はない、あとは任せておけ。戦うというのですか、この私と。そうだと言ったら。私の行動を邪魔する者は全て無に帰ります。脅しのつもりかどうかわからぬが、今にも無に帰ろうという病身の私にそんな言葉は何の意味も持たん。私は人間の姿を借りた人外のもの、生命とてあってなきに等しい。あなた方とは根本的に違う存在。それでもやるというのですか。言っておく、戦う時の私は人間ではなくなっている。感じるのだ、この朽ちた肉体を満たしていく野獣の血を。お前が闇に満ちる死の恐怖なら、私はそれを打ち砕く修羅だ。さあ行こうか、共に暗闇の奥深くまで。わかりました、全力でかかっていらっしゃい。エレさん、
兄貴の話が本当なら相手はダークネスだ。そんじょそこらの格闘家とはわけが違う。足手まといだ。来るんじゃねえ。でも、あたいの言うことを聞いてくれ。ガウを本当に助けたければ今日はここにいてくれ。ガウは絶対に助ける。剣舞ファイ。愚かな。武器も持たず避けようともせぬか。武器ならあるぞ。私の剣気を打ち砕くとは大したものです。なるほど、最初から戦うつもりで現れたのですね。そうだ、弟を助けるためなら戦いもやむを得ん。ダークネス、そろそろ本気を出したらどうだ。見えますよ、迷っているあなたの心がはっきりと。その少年に死が訪れる前に決着がつけられるのかどうか、そして自分の体が戦い終わるまで持つのかどうかと。消えた。私のブラックアイですら捉えられないほどの動き。クルダ流行殺法再現流儀の一つ、カムイ。姿も音も気配すらなく、目や耳心ですら捉えられないブラックハウリングを遥かにしのぐ神器。戦いが長引けば彼に勝利はない。一撃の賭けに出たか。初めて見る技を見切るとは、やるな。なるほど、今のが新緑瞑想か。セバールの武器言語に対する不和の技。あなたは自分の心配をすべきです。カムイが肉体にかける負担は視察着の数十倍。足の筋肉は断ち切れ、血管は破裂しているはず。なぜ立っていられるのでしょう。さてね、なぜかな。助けなきゃ、兄さんを助けなきゃ。兄貴、ダークネス、エレン、エレン、大丈夫か、エレン。ガウ、ガウ、ガウ、しっかりしろ、ガウ。あれ、エレン、手を出すんじゃない。これは私の戦いだ。何言ってんだよ、戦える体じゃねえだろ。手を出すなと言ってるのがわからないのか。兄貴、分かってくれ。